こんにちは SBI 証券の鈴木でございます10月16日水曜日の新興株ウィークリーをお伝えしたいと思います本日のテーマはですね波乱相場で投資チャンス四半期好業績責7名柄ということでお伝えしたいと思いますさてこちらいつもの通りチャートをお載せしております 堅調、えー、さを取り戻したかのような東京市場ですが週明けは、えー、再び波乱となっております、えー、日経平均株価は3連休明けの10月15日火曜日取引時間中ペースとしては7月19日以来約3か月ぶりに4万円大台を回復しております、えー、米国株が過去最高値を更新、えー、また、丸一としてですね要因としては米国株が過去最高値を更新 でえー、2番目に要因としては一時に比べ外為市場が円安に転じたことで3番目は堅調な企業業績4番目は半導体株の再上昇こういったことが上昇の要因と考えられます、えー、しかし10月、えー、15日火曜日の米国市場では半導体株の急落もあり主要株価指数が反落。 10月16日水曜日の東京市場ご存知の通り大きく売りが先行して始まっているわけですがその影響を受けたということだと思います。米国におけるこの半導体株下落の主因はですね半導体路耕装置いわゆるステッパーで独占的な存在となっているオランダの ASML 社, AS、ね、社の受注がですね 市場予想を大きく下回ったことが要因というふうに見られております。半導体市場は AI 向けが多いメモリー分野は好調なものの、他では回復が遅れている分野も見受けられます、えー。同社もですね、回復遅れの分野の影響を受けた面や、一部の特定顧客の業績不振が影響している可能性がありそうです。えー、冒頭に示した、えー、日本株の上昇要因、えー、この、 米国株が上がっているとかですね、えー、円安、それから企業業績、半導体株の上昇、まあ、これについてですね、えー、最後のこの半導体株の上昇については不透明感が強まった形です、まあ、ただですねこの分野ごとに、えー、ばらつきがあるというのは特に新しい材料ではないというのはこれ注意点ですね。えー また、先ほど申し上げました他の要因に大きな変化はなく調整は一時的なものに収まる可能性もありそうですそうした中で,です、ね、東京株式市場は10月15日まで2月、5月、11月末を決算とする銘柄の四半期決算そして8月末を決算とする銘柄の本決算の発表がほぼ一巡しました。決算発表シーズンは 会社や市場の業績予想を上回ったか否かという短期的な反応が市場の中心になりがちです、えー、しかし今後は決算発表終了銘柄の業績についてです、ね、アナリストや投資家の再評価が本格化するとみられます、まあ、ちなみに注意点なんですけれども数の上では最高に多い3月決算の銘柄の発表は10月下旬以降出てくるということですね。えー、これ 別に決算発表シーズンが全く終わったというわけではなくてここののの一部の業種の決算発表が終わったとということですねでそこで今回の「新興株ウィークリー」ではですね2月または5月8月11月も末を決算期末とする銘柄を対象に好業績銘柄を抽出するべくスクリーニングを行ってみました。 中止された銘柄を中心に好業績銘柄についてはです、ね、足の元の波乱相場が投資チャンスになる可能性もあります。まあ、こういったです、ね、全体が大きく下げる局面になるとつ、えー、れやすしているという可能性もあるということですね。えー件は、えー、次のページに述べさせていただいたただりりであります 東証スタンダード市場またはグロース市場の上場銘柄で一定の出来高があってで10月11日までに計算発表が終わっていること、まあ、結構週明けの15日の計算発表も多いんですがすみません分析の都合上ですねちょっと15日は入れきれませんでしたそして2月5月8月11月決算 で今回です、ね、スクリーニングの途中で8月決算銘柄は、えー、なくなっております2月5月11月5 11の銘銘柄柄から出されております直近四半期の営業損益がです、ねえーまあ、以下の条件を満たすこと、えー、前年同期比の営業増益率これはまあ黒字、えー、転換も含みますが全四半期の営業増益率を上回っていること。 直近四半期がです、ね、第一四半期となっている5月決算銘柄らこの分析から除いておりますそして前年同期比営業増益率が通期会社予想営業増益率を上回っていることですねこれはまあその分情報修正の可能性が高まるということになりますで先ほどの上の条件はですね、まあ、要はですね例えばある四半期高い増益率だったものの この直近四半期が増益率が落ちてくるとですねこのトレンド的に業績が下り坂のことがあるんですね。でやはりこの四半期単位で比べても増益率が高くなっていることというのは重要なのかなと思います。えー、信用規制銘柄を除くといいうののはいつもの通りですで、えー、ご紹介する銘柄はこちらの通りということになります。 括弧内は決算月ですね先ほど申し上げましたとおり8月決算は今回はですね、えー、残りませんでした、えー、株価と、えー、真ん中直近四半期ですね具体的には6月から8月期の営業増益率で、えー、右側が会社予想営業増益率というふうになっております、まあ、会社予想増益率が高いかどうかというのはスクリーニング条件に入っておりません えーまあ、ある程度、この会社予想増益率は織り込みが進んでいるデータということになるわけですね。えー、ただ、直近四半期の増益率がです、ね、会社予想増益率を上回っているということはです、ねまあえー、ある意味です、ね、えー、このさらに、まあ、情報修正した銘柄もあるんですけどさらに情報修正、えー、される可能性も、えー、その分大きいということが言えるんじゃないかなと思います。 え二銘柄ほどご紹介しますまずノートですね、えー、この会社ノートというですねメディアプラットフォームを運用しております運営しておりますでクリエイターはですね文章や画像音声漫画動画を自由に投稿することが可能なプラットフォームになりますこの国内ブログサービスのウェブアクセス数はなんと、えー、会社資料によればナンバーワンと で一般にブログ投稿というのはですね、えー、一般と違う点はこのクリエイターの収益獲得方法にあるかなと思われます例えばライターがですねインターネットで収入を得る代表的な方法としてですねアフェリエイトが一つ挙げられますアフェリエイトの場合はいかに閲覧回数を多くするかで収益が決まる仕組みですね。 え一方ノートはですね、コンテンツの販売量が収益となります。そのため作者の創造性が生かしやすい構造になっております。このノの収益源としてはですね、このノートのコンテンツ売買にかかるサービス利用や利用料やですね、法人向けのノートプロの月額料金の一部等が該当しております。 中でも個人課金であるノート事業が売り上げの約8割を占める主要9事業ということが言えますさて、えー、10月の今期ですね、えー、この今期決算のですね、えー、発表第3四半期指定、えー、しましたこの累計決算の発表時ですね通期会社予想の情報修正を発表しております、えー 先ほど申し上げましたとおりですね、えー、のところ11月決算になりますので、まあ、8月までのデータというのは第三四半期ですね、えー、になるということになります。でこの第三四半期累計の決算時ですね通期会社予想の情報修正も発表しております。えー、各利益項目は赤字字から一点黒字転換されれまました、まあ、これ業績をですね追って、えーまあ 投資している投資家の方ですと、まあ、えー、ご理解されている方多いと思うんですけれども、この赤字から黒字に転換する、えー、局面というのはですね、株価が大きく上がりやすくなります。予、え、想、ー、営業利益は赤字からまあ、わずかながらですけれども黒字にこう転換する見込みとなっております。 で今期はです、ね、収益性の維持に成長投資を重ね合わせるという季節の位置づけになっておりまして AI 開発の強化などエコシステムの拡張を行っております。 いわゆる高,チェス高成長するためのです、ね、準備期間のようなものでまだまだまあ投資もあるということですね来期以降、売上拡大期と位置づけ売上高成長率20%から30%の実現を目標としているということで、まあ、会社側の見立てどおりであればです、ねえー、利益に結びつきやすくなってくるのかなと思います。 でこの先行投資がです、ね、功を奏しまして利用者は拡大しております8月末時点の累計会員数は前年同期比21%増えて853万人に達し四半期この,、えーのですね、流通総額は43億円に上るということになります安定収益につながる月額購読者数も増加傾向ということになります。 えー、日経平均が大幅下落したこの本年8月にです、ねえー、株価はつれやす以降大幅下落前の水準に株価は戻っていません、えー、株価見てみましょうこんな感じですね、えー、8月に本当に大きく下げて、まあ、7月はです、ね、700円台とありますけれどもそこまで戻っていません、えー、通期計画で黒字転換を発表した10月9日こそ、えー、翌日は大幅高しております えー、しかしですね利益増が採用計画の遅れによる人件費の抑制が要因だったこともあってですねまだ少しマーケットは半信半疑のところがあるようです、えー、次回の決算発表で示されるですね来期業績見通しで、えー、どれだけの利益成長を計画に乗せることができるか、まあ、そこが注目点になりそうですさてもう一つですねドーンというのをお伝えしたいと思います えー、1991年に、えー、神戸市灘区でですね、えー、設立された会社です、えー。地理情報に関連づけた各種クラウドサービスを開発して警察消防、えー、自治体などに、えー、提供しているということになります。で代表的なサービスである「ネット119緊急通報システム」 まあこれはですね地方自治体や消防本部宛てに提供されてるんですけれども言語や聴覚に障害のある方がですねスマートフォンなどの GPS 機能を利用して簡単な画面操作で素早く119番通報できるサービスになっております。導入,消防,の導入の消防のですね、管轄人口のカバー率は拡大傾向でえまあえこれ まあ5年前に相当する19年5月期には37%台にすぎませんでしたがえ24年5月期には7割を超えて推移しているようですえまあ先ほどの例にもあるとおり,ーーりますで主な品物別,売り別のですね売上構成費としてはクラウド利用料が51%受託開発43% ただ、受宅開発の約半分はこのクラウドの初期構築費になりますので売上の7割はクラウド関係という,ふうになりますクラウド利用料と保守費用を合計した、まあ、前期でいうと8億6000万円ぐらいのところは解約されない限り時期以降も売上形計上が見込めるストック収入でありましてこれが徐々に増加してきておりまして、まあね、これがですね、えー、会社の 収益を支える構図にようやくなってきたと言えます、えー、この会社のアプリはですね命を助ける仕事を支援しするシステムという位置づけになりますので、えー、そしてましてや防災は石破政権のですね重点政策の一つでもあります予算が削られる可能性は小さいんではないのかなというふうに まあこの予算というのは観光庁のこの防災に関わる予算ですねこれがまあ削られるというのはですねちょっとまあこれ見て見て,見てい,ただいてお分かりいただけるとおり、まあ、この会社馴染みのない方多いと思うんですけれども、まあ、クラウドアップサービスが基盤の会社の典型的なですね え業績動向になります、えー、クラウドサービスの積み上がりを背景に業績はですね前期まで9期連続の増収増益そして5期連続で最高純益更新というですねもう典型的な右肩上がりの会社。今期25年5期はですねえ売上高がえ5%増営業利益は5億6千万の5%増まあが会社計画になっております。 えー、10月10日発表の、えー、第1四半期の決算ではですね売上高3億5000万円営業利益1億2000万円でこれは82%増と順調な滑り出しです観光庁が主要顧客となっておりですね例年、観光庁の会計年度末である3月を含む、えー、四半期に収益が多めになる季節特性があります。しがってまあ えー、この1年間の中ではまだ第1四半期というのは本当にですね、えー、周期的には少なくだんだん後半にかけて盛り,が、えー、盛り上がりやすいそういうことを考えるとですね第1四半期から好調だったというのはですね非常に、えーまあ、安心感の強い決算内容だったといいます。自己資本比率88%で無借金経営と ただ、えー、別にお金を貯め込んでるわけだけではなくですね ROE は 16%8%、まあ、が一応一、えーまあ、つの、えー、資金石と言われる中でそれ以上に稼いでますし売上高営業利益率に至っては35%あります。で配当利回りがそんな高いわけではないんですけれども累進配当政策をとっておりですね、まあ、長期投資の場合は配当が毎期増配か 悪くても、末期というのが期待される銘柄と言えます。えー、防災関連として、えー、まあ、石場関連の側面もあるんじゃないかなと思います。株価、もう一回見てみましょう。えー、まあ、時々こう吹き出すようなですね。こんなチャートです。まあ、この辺ですね。この。まあ、強いて言えばですね。やはり流動性がそれほどないのがですね。こういった株価の動きに。つながっている面はありそうです。 えー、10月10日付ですね、2390円決算発表直後に年初来高値をつけてですね、その後一服という形です。えー、業績の安定成長が期待できることに加えて、防災関連の一角としてもな見なせそうですが、防災は石場関連の側面もあり、オリニフで話題になり場面もありそうです。先ほど申し上げました通り、まあ。 えー、石破さんが防災に注力するということは防災関連の予算も、えー、この減りにくいということで、まあえー、この会社のお客さんである観光庁です、ね、からの注文が減るという可能性もです、ねまあ、その分限定されるということになるんじゃないかなと思われますしたが業績も安定成長ですね、えー、継続が期待されるということになるんじゃないかと思います。 本日はですね以上で終了させていただきますぜひこんなテーマでやってほしいとかですねウェブリクエストで、えー、お寄せいただいても構いませんのでぜひよろしくお願いしますまたチャンネル登録ぜひよろしくお願い申し上げます本日はご清聴ありがとうございました